はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便、今日はこんなお話です。はい。えー、今日はですね、まあ、あの文具王のコレクションの中からちょっと一個、えーと、まあ、文房具といえば文房具なんですけどっていう、ちょっとアイテムの話なんですけれども、まあ、ちょっとした気の迷いっていうかですね、あのー、まあ、なんですかね、盛り上がりっていうか、勢いで、 ものを買っちゃうことっていうのはまあちょいちょいあるわけですけれども皆さんもありませんかあのー、私もねまあよく反省をすることはあるんですがえ久々にちょっといろいろとねこの間もちょっと言いましたけれども、えー、まあ、手元にあるものを片付けたりまあしてですね整理整頓してるわけですよその中で出てきたものの一つですねこれ銀座の伝屋書店かけるモンメッチというね。 えーまあブランドのコラボ商品なんですけどもこんな感じのですねなんかすごいほらあの文様が入っている綺麗な紙箱に入っていますこれね多分ねあの銀座の6っていうまああの商業ビルがあるわけですけれどもその中に蔦屋書店がまあ入ってるんですねなの5階だっけ6階だっけまああの上の方にあるんですけどもその 銀座の蔦谷書店が多分ね、オープンした時とかじゃないかな。えー、っと、ちょっと下にはマークスのショップなんかも入ってたりするんですけど、で、まあ上の、一番上かなで、その、蔦谷書店があって、まあたまに行ってはですね、あの、まあそれこそこの間ドリログとか買ってきたのもここなんですけど、 えまあおしゃれなお店なわけですよ。でまあもちろん書店なので書店がメインなんですけれども一部文房具のエリアもあってですねそこもなかなかちょっと、えー、かっこいい文房具というかまああの高級文房具を中心にいろんなものが置かれてるんですけどそこのまああのイベントというかオープンの時かなだったような気がします。行ってですねまあこんなものが置かれていたので え、買ってきちゃいました。よっていうのがこれですね。で、銀座製菓書店かけるモンメッチって書いてあって、モンメッチっていうのがこのこういう文様のものを作るのが、あのまあであの門目っていうことなんですけれども、そういう感じのブランドなんですよ。でまあ、いろんなものを。まあ、あのテキスタイルデザインとしていろんなものを作ってるんですね。あのだからまああのね。ネクタイだったりとか。まあ、あのいわゆるあの。 なんかその、その辺のですね、ピンズだといろんなものがあるんですけど、あの、エコバッグとかね、えー、布系のものがいろいろあるの、ホームページを見ると、そんなものがあるんですけども、その中の一つでですね、えー、ツタヤとコラボでね、何作ったのかっていうことですよね、っていうことで、ちょっと開けてみたいと思うのですが、パカッ。これがね、これ何だと思いますこれ。こんな、なんかね、えっと、すごいなんか、 こう、テキスタイルなんですけど、なんか古代の模様、模様が彫ってある、なんかウッドブロックみたいなものが出てくるわけですけど、こんなものですっていうのが出てきます。で、開けると、このままってですね。よくあの、なんていうのかな、ハリウッドの映画とかで、まあちょっとあの、こういうものを手に入れてしまうと、なんかあの、謎の、えっと、組織に追われたりとか、それがこう、きっかけでなんかね、 あの、謎のこうね、秘宝が眠っている洞窟の入り口とかにこれをパカッてはめ込むとなんか動き出すみたいな感じの、なんかね、この独特の模様の入っているこういうですね、塊なんですけど、これ何かっていうと実はですね、付箋なんですよ。付箋。で、これどうなってるかというと、あの、これ、紙の付箋で3センチ ×3 センチのちっちゃい付箋で、 これ開けるのも怖いなぁ。どっちかが開いてる。あ、こっちが開いてる。ほら、こんな感じです。めくれるようになっていて、こっから上りがついてるのかななんで、まあ、7割ぐらいりがついてる感じですけども、という、まあ、付箋のブロックなんですよ。 クラフト紙の、えー、ブロック付箋で、まあ、3cm×3cm、高さも 3cm ぐらいの、まあ、立方体型にしたやつの側面にこれレーザー加工で、えー、こういう文様を彫ってあるわけですね。だからもうデコボコしてるんですけどもあります。なんかめっちゃ綺麗にこのなんか模様が彫ってあるでしょう。すごいんですよで。裏見るとね、モンメッチって書いてあるんですけども。 こういうものです、ね。こういうのがあって、それぞれ模様がちょっと違っていて、こういうですね、まあ。モンメッチを代表するなんか模様だそうなんですけれども、こんな感じになっていて。もうめっちゃなんかね、こう、不思議な質感なんですよね。えっと、レーザー加工って、まあ木の板とかそういうのに掘ったりすることはよくあるわけですけども、紙のこのね、束の側面にこういうレーザー加工してるっていうのは、 まあちょっと見たことがなかったので、うわ、すげえなーと思ったのと、やっぱこの、この感じですよね。この、なんでしょうね。あの、やっぱりちょっとすごいものだっていう感じはするんですよね。見た感じだけでも。で、これがあって、で、ケースが、これ今、こんな感じでですね。えっ、ー、と、こっちがですね、えっ、ー、と、背の部分がこう金色のケースになってますけれども、もう一個、こっちはですね、 まあ、この中身はそんなには変わらないんですけれども、こんな感じでですね。模様一緒かな違うのかなと。ね。ちょっと違う模様ですね。っていうことで。これはこれでっていう感じですよね。まあまあ、模様違いですよまあ、大体同じような、えー、仕組みのものですということで、出来上がりはこんな感じですね。っていう感じで、模様はまあ、可愛いいんですけど、まあ、 ね、あのー、作り方を知っているものとしては、要はこれはこういう風にこうやって並べておいて、上からレーザー加工でこの模様を彫っていくっていうことで、なんていうかな、原理的には難しくないんだけど、この手に乗せた時の質感の、僕あの、やっぱりね、手触りと質感フェチ、あと材料フェチなので、そういうところでいくとですね、 なんかね、気になって買っちゃったんですよ。ね、買っちゃったのも、それも、なんか限定みたいな感じで出ていたので、えー、この2ケース買っちゃったんですよね。なんで合計4個。2個入りでこんな形で出ていて、まあこれ、あ、こうやるとわかんなくなる。こうやって入っていてですね。まあこんな、なんか、ね、いかにも、なんかすごい感じの、え箱にですね、こう2個ずつ入っているっていうのを買ったんですけども、ね、すごい。 この、この感じです。ねでももちろんだってこれ、なかなかほら、使って減らしづにくいじゃないですか。使いづらいじゃないですか。だってこれ3センチかけ3センチで、もう付箋として考えたら、まあ大した役には立たないわけですよ。あのー、ガムのボトルに入っている、あの、ガムも吐き捨てるときにね、付ける、あのー、あの、あの、付箋がありますけど、あれぐらいの大きさなんでね。まあもちろんそんなのには使えるわけもなく。 ですよね。ここに、ここになんかメモとかで牛乳を買うとかって書くのもどうかと思うしですね。いや、もうこれ、これ自体がもうほとんどね、あの、紙の、まあ、なんていうかな、こういう加工をすることができますよとか、こういう加工するとこんな質感になりますよっていう、もうほぼ見本ですよね。うんということなんで、もうほぼ素材見本なので、いやー、これはかっこいいと思って、その時に買っちゃったんですが、まあ、これを高画質なね、 これあのー、ま、ぜひね、あのー、まあ、HD か 4K の画質で皆さんには見ていただきたいと思うわけですけども、まあ、こんな感じのね、ものが出てるわけですよ。すげーって思って買っちゃったんですけど、問題はですよ。問題は <laughs>、これの値段なんですけど、これね、片付けてて、裏にね、こういうのはね、大体ね、買った時に、あ、高かったなと思いつつも、忘れるんですよ、普通は。普通はというか、こういうのは積極的に忘れる。ね。 で、あ、なんか高かった気もするけどね、って言って、後で、見返したときには、あ、こんな素敵なものも以前に買っちゃったなと。まあ高かったけど、まあ買っといてって思うんですけど、これがですね、あの、実はですね、まあこれ若干見えてますけど、はい。えー、っと、ここにですね、ラベルがついたままだったんですよ。ね。<laughs> ええー、ね、雑貨ってなってましたよね。もう文具ですらないんで、雑貨って書いて、まあ、あの、よくね、万年筆なんかはね、ここのところに、あの、宝飾品とか書かれたりすることもあるんですよ。アクセサリーって書かれたりすることもありますけども。えー、文房具。あ、99年の12月30日に、これなんだろう。入れたってことなのかな仕入れですかね。だってこれ、買うときに、こっからピッてやって買ったんですけどね。 まあそれはともかくですよ。この4104円っていう値段ですよ。これ4104円ですよ。ね。これ2つで8000、8208円ですよ。っていうことで <laughs>、まあ久しぶりにですね、あの見たときにですね、ああ買ったなとは思ったんですけれども、いや、2つ買わなくても良かったかなってちょっと思いました <laughs>。 いや、一個でも良かったかなと思いますけども、いや、すごいんですよ。ね。ちょっとあの、箱が浮いてますけど、あの、いや、加工技術としても面白いし、こういうふうに紙を使うっていうのはなかなかだなと思うんですけどもね。はい。<laughs> ということで、あのー、こういうのね、あの、僕も大好きなんで、あのー、これ自体はね、全然、あの、なんですかね、 いや、もちろんこれ、普通に使うって考えたら、側面にこんなにね、あのー、刻印を入れてつっていうのが、まあやっぱコスト的には全然合ってないし、えー、3センチかけ3センチっていうね、こんなちっちゃい付箋、付箋としてはまあ全然使えないわけで、まあ基本インテリアなわけですよ。なあ、それはそれで、まあ別に、それはいいんですよ。ね。 あの必ずしも実用でものを買ってるわけではないしまあ素材の面白さで買うことっていうのはいっぱいあるのでいいんですけれどもいや久しぶりに開けてみたらですねこのまあかっこいいはかっこいいんですけれどもそれがえーまあこの値段を見て久しぶりに覆うって思いましたよっていうことですね。ということで付箋,付箋4つで8,000円かと思うとちょっとあれですけども。 ただまあ、ね、まねあのー、なんだろうなこういう新しい加工方法をやってみましたとかいうのがまあどうしても好きなんでね、えー、なんですけれどもまあその時の勢いっていうのがあってお店がオープンした時だったりとか、まあ、限定品で出た時っていうのはついうっかりまああのー、後々ね見るかもしれないしって思ったりあと眺めたりするのでこうやって買ってしまうんですけれどもまあ、あのー、皆さんも気をつけましょうねっていう話ですね。はい <laughs> いやーでもでもでもすごいでもすごいこれはねだからまあやっぱりこれはやっぱりこれでみんなとねあの皆さんにこうやって深夜便でお店をしてですねえ一緒にこうやって見て楽しんでいただけるのが一番かなと思いますし自分もねなんか久しぶりなのでこれだってほら刻印されているこの模様の底のところには紙の。 えっと、まあ、ラインがちゃんと見えてるわけですよね。一枚一枚紙が重なってるっていうのが見えてるわけですよね。うん、なんで、この質感はなかなか独特でいいよね。ということでですね。うん。まあ。うん。 なってって言ってね、皆さんに見せて、えー、自分を納得させようとしているというね、えー、今日も深夜便でした。<laughs> まあ深夜になるとですね、いろいろと反省をすることも多いわけですけれども、ということで、まあこんなものもあったりしますということでですね、まあこれはあの、ね、自分も、あの、せっかくなので買ってきたのをね、しまい込んでしまってるのも良くないなということで、たまにはこういうのを開いて見てみるのもいいし、皆さんにこうやってね、お見せしてですね、えー、まあちょっとでもね、買ってきたことに、 えー、意味はあったと自分に言い聞かせようという企画でした。ということで、えー、今日はまこれだけなんですけどね。はい。ということで皆さんも、えー、まあね、すごいものを見つけて勢いで買っちゃうことはあるとは思いますけれども、えー、気をつけようねっていうお話でした。以上です。おやすみなさい。